皆さんこんにちは今日は「Let's」から始まる「人を誘う文」を勉強します「Let's」「何々で何々しましょう」と相手を誘う文を作ることができます「Let's go」「行きましょう」は日本語でもたまに使うことがありますね「Let's」の後には必ず動詞の原形がきます Let's の後には必ず動詞の原形 Let's do it! やってみましょう !Let's の後には動詞の原形ですね。Let's を使った文に答える方法は Yes の場合だと Yes, let's はい、何やりしましょう。この場合は Let's go なので、はい、行きましょうもしくはシンプルに OK いいよ。また、all right。でも同じく、いいよという答えになります。答えが No の場合は No, let's not. やめておきましょう。また、やりたいけどもできない場合は I am sorry, but I can't. ごめんなさい、でもできません。などと答えることができます。Let's try it. それでは「Let's」を使う練習をしていきましょうちなみにこのタイトルも「Let's」から始まっていますね Let's try it やってみましょうゲームをしましょう Let's play a game いいよと答えるには OK または Alright も、いいよ、でしたね。英語を勉強しましょう。Let's study English. これに対して、No って言わないでくださいね。はい、勉強しましょうと答えるには、Yes, let's ですね。映画に行きましょう。 Let's go to your movie. 例えば、勉強があったりして、ごめんなさい、でもできませんと答えるには、I'm sorry, but I can't ですね。Let's review. 復習しましょう。Let's 何々は、何々しましょう。相手を誘う文。 Let's go! 行きましょうのように、Let's の後には一般動詞が来ます。答え方を見てみましょう。Yes の場合は、Yes, let's はい、何々しましょう。OK、いいよ。または、 Alright! いいよ !No! の場合は No!let's not! やめておきましょう !I'm sorry, but I can't! ごめんなさいでもできません !The end どこでも勉強、com.